フットは、ドイツの作曲家。ホルシュタイン公国のアルトナに生まれ、カール・ライネッケの父ヨハンルドルフ・ライネッケに音楽を学んだ。後に、ライプツィヒ音楽院でライネッケの同級生になった。17歳で、公開演奏を行い、その時の評価によって、コペンハーゲンに赴くことになった。同地では、クリストフ・エルンスト・フリードリヒ・バイセラに、ピアノやオルガン、作曲を指示。 またニルス・ゲーゼの面識を得て、生涯の信仰を結んだ。1842年より、コッペンハーゲン近郊のヒルシュホルムに4年間滞在。その後ライプツヒに戻り、それから、兄・ルイスが絵を学んでいたローマに渡った。サンタ・チェチーリア国立アカデミアより名誉会員に選ばれ、1855年に音楽教授の称号を得て、同アカデミアを修了。 アルトナに戻り、アウグステンブルク校の3人の姫君の家庭教師を務め、1849年に、デンマークプロイセンオーストリア帝国の間で、第一次シュレースビヒホルシュタイン戦争が勃発すると、デンマーク陸軍軍楽隊の指揮者を務めた。歌曲やピアノ曲から、カンタータ、歌劇、公共曲まで、おびただしい数の作品を残しているが、今日では、 ピアノの初心者のために書かれたサロンピースの形を取る一連の練習曲が過労じて知られているに過ぎない。他におもちゃの公共曲や六手のためのピアノ曲などがある。オペラ作曲家で指揮者のマンフレート・グルリットの王子にあたる。ありがとうございます。